タキシーにはカーアクションコメディーが中心のフランス映画タキシーシリーズの第二作である。リュックベッソンが制作、脚本をジェラール・クラブジックが監督を担当し2000年に公開された。サミットのため彷彿した日本の防衛庁長官がマルセイユ警察のマフィア対策を視察しに訪れた。しかし滞在中、長官とエミリアンの恋人のペトラが 肩の率いるランエボシックスに乗った、日本のヤクザにまんまと誘拐されてしまう。首謀者である北日本の大親分、ユキツモとは、日本とフランスで調印される、予定の条約に反対し、調印式妨害と日仏の国交断絶を拡作催眠術のプロを二人送り込み、長官をマインドコントロールし、 大統領ジャック・シラクを含むフランス政府要人を殺害させようとしていた。エミリアンは、友人のスピード強なタクシードライバーダニエル、長官の SP として派遣された、情報部イニ売りととに、ダニエルの彼女リリーの父親でもある、フランス陸軍幹部のベルティノー将軍の協力を得て、拉致された二人の救出に、パリへと向かうのであった。 改造プジョー406劇王者と同型のランエボシックス欧米映画においてよく日本の設定は実際の日本とはかけ離れたものであるが本作でもそれは目立つ本作は日本を舞台にしたり日本文化を紹介する映画ではないので制作者のイメージで作られた日本感が展開するありがとうございます